バスティアン・シュバインシュタイガーは、西ドイツコルベルモール出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。ポジションは主に、センターハーフを務めるが、キャリアの初めには、サイドハーフのポジションでプレーしていた。2014年に代表を引退したフィリップ・ラームの後任として、ドイツ代表のキャプテンを務めた。バイエル・ミューンヘンには13シーズン所属し、公式戦、通算500試合出場。 67ゴールを記録している。バイエルンでは8度のブンデスリーガ優勝をはじめ、DFB ポカールのタイトルを7度、UEFA チャンピオンズリーグ、FIFA クラブワールドカップのタイトルをそれぞれ獲得し、DFB リーガポカールを2度制している。2004年にドイツ代表デビューを飾り、ドイツ代表歴代4位の121試合の出場数を誇り、24ゴールを記録している。 ユーロに4度、ワールドカップには3度出場しており、2014FIFA、ワールドカップ優勝メンバーである。バイエルンミューンヘンでプレーするシュバインシュタイガー。シュバインシュタイガーは1998年7月1日に、バイ、スキーレーサーとしても優れた才能を有しており、スキーとサッカーのどちらを続けるか選択しなければ、ならなかった。2002年7月にドイツのユースチャンピオンとなり、 リザーブチームでポジションを得ると活躍を見せるようになり、最初はプレートは関係のないピッチ外での振る舞いで、見出しを飾ることもあったが、次第に落ち着きを見せた。トップチームの最初の練習では、左サイドバックを務めていたが、練習に2度参加した後、監督であったオットマー・ヒッツフェルトは、2002年11月13日に行われた UEFA チャンピオンズリーグの RC。 ランス戦で18歳のシュバインシュタイガーをメーメット・ショルト76分に交代でデビューさせると短い出場時間ではあったがマルクス・ホイルナーのゴールに絡むなど良い印象を与えた。翌月にはプロ契約を結び2002から03シーズンのブンデスリーガでは14試合に出場しリーグと国内カップ戦の2冠達成に貢献した。2003から04シーズンは リーグ戦26試合に出場し、2003年9月13日に行われた VFL ボルフスブルク戦では初ゴールを記録した。2004から0後シーズンにフェリックス・マガトが監督に就任すると、シュバインシュタイガーはドイツ代表に選出されていたにもかかわらず、リザーブチーム行きを命じられたが、チームに戻ると2冠達成に貢献し、試合には敗れたが、 チャンピオンズリーグ準々決勝第一戦のチェルシー戦では途中出場からゴールを挙げた。2010年には2016年まで契約を延長した。2012年4月25日に行われたチャンピオンズリーグのレアルマドリー戦では PK 戦まで決着がつかなかったが、最後のキッカーとして成功を収め決勝進出を決めた。バイエルンのホームスタジアムであるアリアンツアレナで 行われた決勝でも1から1で決着がつかず PK 戦となったがシュバインシュタイガーのキックはゴールの右ポストに当たり外れてしまいチームもチェルシーに敗れた2012から13シーズンは新たに加入したハビ、マルティネスと中盤でコンビを形成しリーグ優勝を決めたアイントラハとフランクフルト戦ではバックヒールで決勝ゴールを挙げたシュバインシュタイガーにとって キャリア最高のシーズンとなり、ブンデスリーガ、DFB ポカール、チャンピオンズリーグのトレブルを達成した。バイエルン・ミュヘン編での活躍が評価され、シュバインシュタイガーは2013年のドイツ最優秀、選手賞を受賞し、監督を務めていたユップ・ハインケスは、世界最高の中盤の選手と称え、シュバインシュタイガー、フランク・リベリ、トーマス・ミューラーの3選手が、バロンドールにふさわしいと述べた。 2013から14シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝第一戦のマンチェスターユナイテッド戦では1から1となる同点ゴールを挙げたが終盤に2枚目のイエローカードを提示された。2015年7月13日にマンチェスターユナイテッドへの移籍が決定したため5月23日に行われた位 FSV マインツレーモ戦が17年間所属した。 バイエルンでの最後の試合となったが、公式戦、通算500試合出場となり、ブンデスリーガでの通算45ゴール目を記録した。2015年7月11日、マンチェスターユナイテッドとバイエルンミュンヘンは、クラブ間で移籍に合意し、7月13日に、シュバインシュタイガーは3年間の契約を結んだ。移籍金額は公表されていないが、 1500万ユーロや1440万ポンドなどと報道されていた。その後の9月9日にイギリスメディア、スカイスポーツなど各メディアがわずか900万ユーロであることが明らかになったと報じている。マンチェスターユナイテッドには過去にマルクスのイマイヤーとロンドベルトツィーラーが所属していたが実際に本拠地オールドトラフフォードでプレーする初めてのドイツ人選手となった。 2015年8月8日に行われ、1から0で勝利した、プレミアリーグ開幕戦のトッテナムホットスパー戦に、マイケル・キャリックと交代で60分から出場し、ユナイテッドでの公式戦デビューを果たした。序盤戦こそ、継続的に起用されていたが、2015年12月5日のウエストハムユナイテッド戦での暴力行為により3試合の出場停止処分を受け、 翌2016年1月9日の FA カップ3回戦、シェフィールドユナイテッド戦で膝を負傷、約2ヶ月の休場を余儀なくされた。3月上旬に復帰したが、下旬のドイツ代表のトレーニングにおいて、右膝内側靭帯部分断裂の重傷を負い、シーズン残り試合を棒に振ることになった。二千十六から二千十七シーズンは、ジョゼモーリーニョが新監督に就任、毎シーズンに、 シュバインシュタイガー自身が負傷により期待されたほどの活躍を見せられなかったことやポール・ポグバの加入を受け、モーリーニョの構想外となり、戦力外通告を受けた。トップチームでの練習参加を禁じられ、リザーブチーム行きを命じられる礼遇を受けるも、シュバインシュタイガー自身は残留宣言を行った。10月31日にトップチームの練習に、シュバインシュタイガーが復帰したことが報じられ、 2017年1月29日の FA カップ対ウィガンアスレティック戦に出場、先発での出場は386日ぶりであった。ウィガン戦で1ゴール1アシストという活躍を見せたことで UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント登録メンバーにも復帰し、2月22日の AS サンテティエンヌ戦にも出場していた。2017年3月21日、 MLS のシカゴファイヤーへ移籍で合意したと、シカゴファイヤーとマンチェスターユナイテッドの両チームが発表した。4月1日、モントリオールインパクト戦で移籍後初先発を果たすと、デビュー戦で得点を決めた。2019年10月8日、現役引退を発表した。2004年6月6日に行われた、ハンガリー代表との親善試合で A 代表デビューを果たし、 2016年8月31日に行われたフィンランド代表との親善試合まで出場し、ドイツ代表歴代4位となる121キャップ24ゴールを記録した。UEFAU-21 欧州選手権2004はグループリーグ敗退となったが、シュバインシュタイガーはユーロ2004のメンバーにも選ばれた。ドイツはグループリーグで敗退となったが、 シュバイン・シュタイガーのプレーは賞賛を集め、3戦目のチェコ代表戦では、ミハエル・バラックのゴールをアシストした。2005年6月8日に行われたロシア代表との親善試合で2ゴールを挙げ、初ゴールを記録した。大会での初ゴールは、FIFA ・コンフェデレーションズカップ2 0 0後のチュニジア代表戦で決めたゴールである。自国で開催された f i f a ワールドカップのメンバーにも選出され、 3位決定戦のポルトガル代表戦では2本のロングシュート決め、フリーキックはプティに当たり、オーオンゴールとなったためハットトリック達成とはならなかったが、その試合のマンオブザマッチに選出された。その当時22歳で記録した44キャップは、ドイツ代表における歴代最速のキャップ数であったが、ルーカス・ポドルスキによりすぐに更新された。ドイツ代表で、 歴代最多の150キャップ数を誇るローター・マテウスの22歳当時のキャップ数は13であった。予選では13から0で勝利したサンマリの代表戦で2ゴールを挙げ、4から1で勝利したスロバキア代表戦で予選における3ゴール目を決めた。ユーロ2008の本大会では、ヨアヒム・レーブはミロスラフ・クローゼとマリオ・ホメスオニトップに起用し、ルーカス・ポドルスキを 左サイドに配置したため、グループリーグにおけるシュバイン主体側の出場は2試合の途中出場となった。2戦目のクロアチア代表戦では、イエルコレコに対する報復行為により、レッドカードを受け、チームも1から2で敗れた。出場停止が明けた、準々決勝のポルトガル代表戦では、マリオ・ゴメスが外れたためスターティングメンバーに復帰し、1ゴールにアシストを記録し、 3から2の勝利に貢献すると3から2で勝利した準決勝のトルコ代表戦でもチームの1点目を記録した。UAE 代表との親善試合では初めてキャプテンを務めた。予選では10試合中9試合に出場し3ゴールを記録した。2010FIFA ワールドカップでは怪我で出場できなかったミハエル・バラックに代わりセンターハーフのポジションを務め。 若きドイツ代表のチームにおいて経験をプラスし役割を果たした。準々決勝のアルゼンチン代表戦では2アシストを記録する一方でリオネルメッシラを擁する相手チームを抑え攻守に渡り活躍しその試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出された。準決勝でスペイン代表に敗れウルグアイ代表との差に決定戦に臨んだがフィリップ・ラームが体調不良で欠場したため シュバインシュタイガーはキャプテンを務めた。最終的にシュバインシュタイガーは7試合で3アシストと、本大会でディルク・カイト、トーマス・ミュラー、メスト・エジルと並び最多のアシストを記録し、大会における最優秀選手に当たるゴールデンボールの最終候補10人に選ばれた。ユーロ2012でプレーするシュバインシュタイガー予選10試合を10勝で突破したドイツ代表において、 シュバインシュタイガーは、レギュラーポジションを確立し、ベルギー代表、アゼルバイジャン代表、カザフスタン代表、オーストリア代表、トルコ代表との5試合に出場したシュバインシュタイガーは、予選を通して1ゴール1アシストを記録した。ユーロ2012では、ドイツ代表の5試合すべてにスターティングメンバーとして、出場し、2から1で勝利した、グループリーグのオランダ代表戦では、 マリオ・ゴメスの2ゴールをアシストした。ワールドカップの優勝トロフィーを持つ、シュヴァインシュタイガー予選では5試合に出場し、2013年10月15日に行われ、5から3で勝利したスウェーデン代表戦で、代表通算100キャップ目を記録した。2014FIFA ワールドカップの本大会では2戦目のガーナ代表戦に交代で出場すると、3戦目のアメリカ代表戦以降は、 スターティングメンバーとして出場し、決勝のアルゼンチン代表戦では、中盤を広くカバーし、延長の末、マリオゲッツェのゴールによりドイツ代表は、ワールドカップ優勝を果たした。フィリップ・ラームの代表引退に伴い、シュバイン・シュタイガーは、新たなキャプテンに指名された。予選のジョージア代表戦に、キャプテン就任後初めて出場した。からシーズンの後半戦はけがで、 プレーをしていなかったが、ユーロ2016の本大会のメンバー入りに間に合った。6月12日、第一節のウクライナ代表戦では、後半から途中出場し、ロスタイムに得点をして、復活をアピールした。しかし、準決勝のフランス戦では0-2で敗れてチームは敗退した。大会終了後、自身の代表引退を発表した。シュバインシュタイガーは、主に、 センターハーフを務めるが、左右のウィングのポジションも務めることができる。世界でもベストな中盤の選手の一人と考えられており、セットプレーにおいて高いキック精度を誇るだけではなく、長距離からのシュートも得意としており、豊富な運動量を有する。試合のリズムを作る中盤のモーターであり、試合の流れを読む能力にもたけ、良いポジショニングから多くのゴールを記録している。 ドイツ代表で監督を務めていた、ヨアヒム・レーブからはドイツ代表チームにおける、頭脳だと称賛され、2013年に投票により、ドイツの年間最優秀選手に選ばれた際には、中盤の指導者として称えられた。ファンからは、シュバイニーやバスキといった愛称で親しまれており、兄のトビアスも FC バイエルンミュンヘン2に所属する、サッカー選手である。 兄弟揃って、マンチェスターユナイテッドファンだが、トビアスの方がよりファンであり、最初に遺跡の噂が上がった際には、トビアスのモープッシュがあった。2007年から2014年7月までモデルのサラ・ブランドナーと交際し、ミュンヘンで同棲していた。その後セルビア人のテニスプレイヤーアナイバーノビッチと交際していたが、2016年7月13日にベネツィアで挙式を挙げた。 シュバインシュタイガーはローマンカトリックであるバイエルンミュンヘンマンチェスターユナイテッド FC ドイツ代表。ありがとうございます。